今日はラーメンしに来ました。今日入っていきましょう。今日は天ぷらの宇田川さんに来ました。ランチのメニューはこんな感じです。では動画の続きをご覧ください。 OK, let's go。ここは福岡の方にある水ランク料理屋さんです。店員さんイケメンです。カレーの味は少し辛いけど美味しいです。この後お客さんがたくさん入ってきて満席になりました。以前本田商店にラーメンを食べ行った動画です。久留米文化街にあるちょっと怪しいお店です。ここでランチを食べることにしました。今日は2200円の定食を頼みました。ランチは770円からです。ぜひ行ってみてください。食べに来ました。雨の中です。シーンとしております。特別美味しいわけではありませんが好きなお店です。ぜひ一度行ってみてください。富津バイパスにあります。今日は焼肉食べきました。動画撮っていきます。